学校法人生学院生学院、アトランテ国際学校生学院、アトランテ国際学校は、米国ジョージア州、アトランタの北東のピーチツリーコーナーズにある、私立国際諸島学校。生学院大学の学校法人により、運営されており、いわゆる私立在外教育施設の一つである。アトランタ都市圏で、日本の文部科学省の認定を受けている、唯一の学校である。 1990年に創設されてから2003年まで、オグルソープ大学が所有する、リカーブグブルックハーベンの校舎を借りていたが、2003年に、現校舎に移動した。2018年に閉校するまで校長を務めた、エイハーン・ミナコは2008年4月に就任した。はじめは1990年3月、ジョージア州アトランタに、生学院アトランタ・インターナショナル・スクール・インクが、 設立され、同年9月5日、幼稚園と小学校として開校した。当初の児童数は、幼稚園が16名、小学校1年生から4年生までが7名の合計23名であった。学校は、アトランタ北部に、オグルソープ大学が所有する、リカーブ郡、ブルックハーベン級ジムチェリー小学校の校舎を借りて開校したが、開校までには、かつての国連大使、 アメリカ合衆国会議員で、当時はアトランタ五輪招致委員を務めていたアトランタ市長、アンドリュー・ヤングの協力もあったという。旧ジムチェリー小学校の校舎は後に、パスアカデミーというチャータースクールの校舎になっている。1993年4月には中学校も、開校、奨学金制度を開始した。翌年、日本文部科学省が同校を、在外教育施設として認定した。 8月には、天皇、皇后アトランタを訪問し、児童らが出迎えをしている。さらにアメリカ NEC から、教育への使用を目的として、パソコン40台が寄贈された。アトランタジャーナルイコールコンスティテューションの記者、シェレル・イーバンズによると、多くの人々は、現地の高校やニューヨーク州、テネシー州の私立日本人、ボーディングスクールに進学した。 その後の生徒数の減少に伴って1998年、中学校入学者の募集が停止された。2002年時点では1学年ごとに7人から8人の生徒がいた。同年にグリネット軍の元第一ルーマニアバプテスト教会への校舎移転計画が持ち上がり、翌年3月に新しい校舎を購入した後、4月に移転を実施した。2007年には、 新しい教学棟が完成した。2016年、校長のエイハーン・ミナコは、私立学校のコスト増を理由に、チャータースクール設立を模索した。エイハーンは2018年に開校した、ジョージアチャーター学院で理事を務めた。2017年、生学院アトランタ国際学校の理事会は、日本法人生学院が援助できなくなったことを、 理由として2018年度就業日をもって並行することを発表した。生学院アトランタ国際学校の児童、生徒は希望すれば日本の生学院に編入が可能であるほか、英国にある在外教育施設、立教英国学院への推薦入学も考慮される。学校は公明の各単語の頭文字等をとって、セインとも自称している。カリキュラムは、 文部科学省のものを使用するほか、英語については自前のカリキュラムを使用する。幼稚園までは時間割の9割で日本語を使用した。英語は5歳からと日本の制度よりもはるかに早い時期に始まる。開校当初の児童数は幼稚園が16名、小学校1年生から4年生までが7名の合計23名であった。同年12月には30人まで増えた。 当時の生徒はその大半が日本生まれで家族がアメリカに3年から4年間在住した後帰国するケースが多かった。生徒の両親は日本の会社員が多く帰国した後も子供が日本の教育制度に適応できるようにしたいため子供を日本人学校に入学させた。1992年には生徒数が62人まで増えうち75%は 日本国籍で日本への帰国予定がある生徒だった。1994年には75人に増え、うち2割はアメリカ人だった。アメリカ人生徒が増えた背景には、アメリカ人の親が当時知名度の高かった日本の教育に興味を持ち、子供に日本の文化を学ばせたいといった理由があった。ありがとうございます。